大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうすぐですよ。患者の容体は異常なしです。ですがただただどうしたんだ？胸がどんどん大きくなっていってるんです。胸が大きくなっている？はい。なんだって？緊急手術だ。メス。なんだこれは？巨乳。どんどん成長しています。これは大発見だ。これは巨乳ウイルスだ。ヤスさん、ちょっと何してるんですか？これは世紀の大発見だぞ。調査してるんだ。さらに危ない。おい。あ、すいません。たく、お前ヤス君のことばっか見て全然仕事が手についてないじゃないか。すいません、院長。頑張れよ。ありがとうございます。はぁ、ヤス君と付き合いたい。見てよ、ヤス君の友達。どういうの、この子。めっちゃ可愛いっすね。可愛いよね。ん？いや、めっちゃ可愛いっすね。ヤス君はさ、ちなみにどんな子がタイプなの？俺は顔より顔っていうか、やっぱ巨乳な女性が好きなんですよ。いや、ヤス君も男だね。巨乳しか勝たんすわ。やっぱりヤス君は巨乳好きか。まあ男っすからね。院長、ん？やっぱり男の人って胸が大きい人が好きなんですかね。いや、そんなことないと思うよ。でもこの前院長とヤスさんが話してるの聞いてしまって。あれは男同士の会話だからね。でもヤス君はそんな見た目で判断するような人じゃないよ。え？本当ですか？本当本当。頑張りたまえよ、貧乳丸。もう誰が貧乳丸ですか。私は平均的です。院長、大丈夫でしたか？ああ、いきなり噛みつかれてびっくりしたけど。なんであの強い患者はいきなり暴れ始めたんですかね。わからない。サラ君大丈夫か？逃げるぞ。早く。これで一安心な。院長、すごい汗。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。院長、目が。それに胸が。まさか院長まで。佐田くん、今のうちに逃げて。悪い状況になってしまった。このままだったら世界中がみんな巨乳になってしまう。でもヤスさんって巨乳が好きなんですよね。何を言ってるんだ。私巨乳じゃないからヤスさんに好きになってもらえない。え？だったら私噛まれて巨乳になりたい。何言ってるんだ。サナ君やめろ。だって私ヤスさんのこと好きだから。危ない。なんで？俺はずっとお前のことが好きだったんだ。だから逃げろ。そんな。俺が二人を引きつけてるうちに早く。はい。サラ君、大丈夫かい？ヤスさん、無事だったんですか？いいから。
さん、だんだん胸が大きくなってきているみたいです。そうだ、時間がないようだ。そういえば、さっきの言葉って。さなくん、君何カップだ？え？いいから。トリプル A カップです。よし、さすがだ。さすがって初めて胸を褒められました。貧乳ワクチンを開発する、院長と患者さん、いや、君が世界の人を救うんだ。え？腕を。はい。よし。ヤスさん、まずい。完全な巨乳になってしまう。君が世界を救ってくれ。頑張りたまえよ、貧乳丸。私が世界を救うんだ。時間がない、時間がない、時間がない、時間がない。